ねえねえね、金丸さん、はい、なんか噂に聞いたんだけど来年のさ、はい、もう1月19日になんかとてつもないコンサートに出るとか。そうなんです、ほんのりさじ加減でね、ゲストに前いらっしゃってくださった、はいはい、まあ、日本を代表するピアニストのお一人、小原隆さんが、はい、ピアノパーティーを、まあ、こう定期的にやってらっしゃるんですけれども、はい、1月の19日土曜日、はい、年が明けてね、はい、なんとゲストを僕が行くことになって、ちょっと金丸くん坂本九の歌を歌わないとかって。何ですって。九さんの、ですから坂本九さん特集をやろうかなと思っていて、でご案内いたしますね、はい、2019年1月19日土曜日、会場はですね、六本木にある六本木クラップスっていうところなんですけども、日比谷線または大江戸線で六本木駅から、まあ、歩いてすぐなんですけれども、会場が12時、開演が13時で、ミュージックチャージっていうところなんですが、ですが、前売りが5000円で、当日ちょっと500円アップだから前売りで申し込んでねみたいな感じで、まあ、すごくね、六本木クラップスはとてもいい雰囲気な、ちょっとイタリアンレストランっぽいようなところなんですけど、地下に下がっていくと、もうステージがあって、でピアノがあって、で客席はもうテーブルが用意されていて、だからちょっとお年玉はね、セーブして、おしゃれして来てくれると嬉しいかななんて感じです。そうだよ。セーブしてね来て、1月の19日なので、はい、詳しいことは僕のホームページとかツイッターでもご紹介しますけれども、それで予約はですね、11月の1日お昼12時からです。なんと。で昨日から、問い合わせ先は六本木クラップスさんで、電話番号申し上げますね。はい、0354855771、0354855771、小原隆のピアノパーティーで行っていただければご予約ができると思いますので、多分僕ね初めての形式かもしれない。あで ゲストは僕だけだしね、はい、そうなんですね。なので至近距離で生のピアノと、はい、生の僕の声で、はい、生の声で、皆さんを、2019年をおもてなししようかなと思ってますので、ね、どうぞいらっしゃってください。はい、はい、小原さんね、あれみんなの歌でね、そう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 、そうですよね。小原さんってね、岩崎宏美さんとか新野美香さんとか、うん、藤沢紀正さん、灰田翔子さんとか秋川雅史さんとかの歌、すごいいろんなビッグアーティストの方のピアノ演奏したりとか、時々NHK の歌番組で小原さんピアノ弾いてるとこ出てきたりなんかするのもあったりなんかして、ね、これ前一回ねゲストでいらっしゃってさ、そうですね、これでってすごいね、NHK ラジオのもやってんだけども、弾き語り For You、 そう You ってやってて、ですごいかっこいい喋り方なのに、私の下品な喋りで、なんだこれでいいのかって言われた喋りこれでいいのかここはとってもしたくなる方ですね弾き語り For You もぜひぜひ聞いてあげてくださいね。はい、そうですね。それでは今日も行ってみましょう。セタジュンジュンナおみちゃんのほんのりさじ加減。さじ加減は銀プロダクションの提供と東京ダンスアクターズ専門学校のスタジオからお送りしております。はい、ということで ね、はい、今日も素敵なゲスト、もう素敵すぎてね、もうどうしようかと思ってね、もう笑顔が綺麗だし ねゲストでね、歌手でね、あともう一人はねガチガチなんだけどね、面白いね、いや青年がね来てね、面白い、はい、うちの事務所の先輩のなんか
お弟子さんだという、ええ、ね。そうで、はい、うちの会社の、役者でもある。あ、いろんなつながりがあるのね。いろんなつながりがあって、はい、ではまずご紹介いたしましょう、久保田由紀子さん、そして本坊亮太さんです。どうも、はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本坊亮太です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、かわいい声。もうね、久保田さんね、初めて会った時ね、なんて笑顔が素敵なんだって思っちゃった。あーね、見えないのをいいことに、なんかすごいハードル上げてくださって嬉しいです。あ、なんか今ちょっと今鋭い目つきでこっちを見ない。いや、久保田さんは、僕あれいつだったっけ、僕ラジオお邪魔しましたよね。そうなんです。でリリースの時に見てくださって、ストレンジャーインパラダイスのリリースの時に、金井美香ちゃんつながりで、久保田さんの風とシープス時々久保田由紀子っていうね、もう、はい、全国ネットでやってる FM で生放送で、ね、やってらっしゃるんですよね。それに呼んでいただいて、竹内智子ちゃんと一緒に。あ、この間のね、竹内さんも素敵な方でしたけれどもね、相方で、相方で、はい、2人でユニットでシープスっていうのを組んでいるんですけど、まあそういうご縁で、あ、なるほどね、出ていただいて。シープスっていうとやっぱり僕なんでシープスって、あ、これはですね、例えばユニットの名前ってパフィーとか、バンドだとスピッツとか、パピプペポ、丸がついてると可愛いなっていうのと、言葉を伸ばすと、まあちょっと女子力上がるかなっていうだけでシープス、もう、はい、可愛いかなっていうだけでつけました。そうなんだ。なるほどね、そういうことなんだ、男がつけたら可愛くなるんですか。いや昔フォーリーブスっていうのがあったけど、ね、男はブーの方がいいのかな、そうですね、濁点がついた方がかっこいい響きになるんだろうなと思って、はい、なので私たちは女性のユニットなので濁点はちょっとなくそうっていうのは、音の雰囲気から、音の雰囲気から、はい、ね、優しく聞こえますもんね、ブーっとったのに、丸がつくとね、じゃあ早速ゆこちゃん、はい、曲を引っ提げていらっしゃったっていうことですね。そうなんですよ、はい、私今年2018年の11月で歌手活動15周年っていうところで、昨日ですね、11月の1日に15周年を記念して、はい、CD リリースさせていただきました、はい、その CD の中から1曲じゃあかけていただけるんですね、はい、ありがとうございます。それでは新曲です、私久保田由紀子の曲で、ウィンウィンウィン。
地いい爽やかさ、ドライな感じ、ね、俺湿気がない湿気がないあのオープンカーでね、湾岸線運転したい、これ湾岸道路のね、あと海とかも見ながら、私ね今までそういう爽やかソングを持っていなかったので、あ、そうなの、はい、そういう感想いただけて嬉しいです。あ、そうですか、はい、そんなシティ感が軽快な感じがした、軽快な感じがします、はい、します、はい、軽快でポップな、ポップな感じ、ね、はい、え、なんとなくこれ初恋というか切なくなる感じもあるよね、俺聞いてる、メロディーからですかね、ふたーって切なくなる、なんかこう夕方の湾岸走りながら、夕方なんだ、このアルバムのタイトルサンライズなんです、サンライズ、じゃあ湾岸の場合、湾岸でもって朝日に向かってでもいいでしょ、うん、朝が明けて2人でこう一緒になんか純なドライブで、一応これ作曲が、うん、昔バンドブームの時代に活躍されていたクスクスっていうバンド、ラテン系のバンドがあったんですけど、そのボーカルの、二郎さんが今回作曲してくださって、で作詞は私が担当させていただいたんですけど、まあ、15年東京で活動してきたっていうのもあるので、ちょっとこの軽快なメロディーにちょっと東京を風刺したような歌詞を載せて、ね、静岡なんです、はい、そうです、静岡で僕山梨でこの前ね富士山でどっちが綺麗みたいなことなんかね、ゆこちゃんの話でバトルがあるんですよあるあるで、僕あんまりいやどっちも形好きなんだけど、でもそう確かに山梨の人はこういう急な富士山がいいとか、いや静岡もでもなだらかな富士山の方がいいとか、あるんですよ、この間テレビで見てたら静岡がなかったら山梨にはマグロがなかったって言ってました。マグロ の輸送ラインが山梨に静岡からある、ね、だから山梨の人はマグロが大好きだっていう話をしてました。じゃあ静岡のおかげとか、静岡のおかげで、まあいいでしょうということでね、はい、そうライブをね、はい、ゆこちゃんやろうって、そうなんです、年内大きなライブが2つございまして、そうだ、平成最後の年末祭、はい、こちらは、うん、そのタイトルの方は12月1日、アイドル生バンドカバーフェスっていうのを自主企画でしているんですけれど、先ほど話題に上がった竹内智子さんと、はい、私とあと他の音楽仲間、女の子4人が80年代アイドルが大好きっていうミュージシャンで集まって、なんとその時代のアイドルの曲を生演奏でお届けするっていう企画を定期的に行っています。そうなんですね。はい、もう僕青春時代です、80年代。あ、例えば80年代アイドルどなたがファンだったんですか？え、僕やっぱ田原さんとかは、まあ総碧の聖子ちゃんだったりとか、ああ、そう、ね、なので、はい、その辺の、あれ河合直子ちゃんもそうでしたっけ？入りますね。なので70年代と90年代はやらないで、80年代限定なんですよ。で80年代ってもう日本もそうなんだけど、アバも80年代。70年、あ、そうなんですね、70年80年、そう、 あそこの代って80年代ってアニメも素晴らしい人たちがいっぱいいたんですよ、はい、そうなんです。なのでその辺の日本の邦楽のアレンジっていろいろ和洋入っていて、すごく音楽性が高いので私たちとても大好きなんですね、うんうん、なのでそれをぜひ生演奏で皆さんに聞いてもらいたいという企画なので、生演奏ってのいいやね、素晴らしいやね、生はいいですよね、ここ、はい、僕ちょっと知らないで聞いてしまうんですけども、はい、例えばこのコンサート聴きながら踊ってもいいとかあるんですか？はい、います。もうスタンディングできない年齢のお客様ばっかり来るんですけど、もちろん、うん、そういうことがそこそこ年齢層高いんですが、うん、思わずもう立って最後は盛り上がってしまうくらい、やはり皆さん青春時代に戻るようで、そういった楽しいイベント、もうストレス溜まっている方はもう全て忘れてしまうイベントが、うん、12月1日に、いや、あれ素晴らしいですね。じゃあちょっとインフォメーションをお願いいたします、はい、2018年12月1日土曜日、会場18時半、開演時間が19時、前売りが2,000円、当日が2,500円、そして場所がですね、はい、赤坂フラットンカンティーナ、フラットンカンティーナか、うん、これは赤坂のどこら辺だ、どこら辺ですかね、フラットンカンティーナ、赤坂見附と赤坂駅、徒歩5分どちらもくらいのところにあります、赤坂フラットンカンティーナ、フラットンは、
ひらがなでカンティーナっていうのはカタカナですね、はい、で、調べると、まあ、多分アクセスが出てくると思いますので、はい、はいはい、わあ、これもう予約とかいつからもう始まっております、まあ、始まってんのね、はい、うん、私久保田由紀子のホームページのスケジュールから予約ができますので、あ、なるほど、はい、ぜひ皆さんご予約いただけたら嬉しいです、ね、はい、出演者への投げ銭おひねり大歓迎って書いてあります。大歓迎です。大歓迎なのね、はい、はい、私たちに投げ銭を、うん、で逆にね、はい、まあいろいろちょっと宣伝でね、はい、本坊くんも来てるんで、そう、本坊くん、はい、よろしくお願いします。お願いします。中尾雄生さんのお弟子さんだっていうことで、はい、大変お世話になっております。私の先輩なんですよね。はい、先輩です。銀プロダクションさん、はい、そうです、なるほど、ユニちゃんの先輩です、はい、銀プロダクションの本坊です、よろしくお願いします。はい、よろしく、よろしくお願いします。僕も11月にちょっと舞台の方に出演させていただきまして、はい、11月23日から25日日曜日までですね、はい、新宿のコフレディオ新宿シアターという劇場がありまして、うん、そこで演劇研究所ガラクタラボさんの作品スクラップドハーツという作品に出演させていただきます。スクラップラー、はい、そうですね、あ、今ここに出てくるんですけど、はい、これですね、あの冒険物語になってまして、うん、その主人公の男の子がロボットの女の子と出会って冒険をしていくというストーリーですね、はい、これをそう舞台で2時間、うん、約2時間の作品となっておりますので、はいはいはい、全力で頑張ってます。チケットはどこで入手できますか。そうそうそう、チケットはですね、この、はい、チラシの中にその QR コードが読んどくれ、はい、読んどくれ、はい、ありがとうございます。はい、ホームページですね、演劇研究所ガラクタラボさんのホームページから、はい、チケットと、あとはそれぞれ役者のですね、ホームページツイッターでも受け付けておりますので、よろしければ、はい、いつから購入できるの。はい、これも始まっております。はい、だよね、はい、やってます。はいはい、おお、なるほどね。席が埋まらないうちに早めに、そうですね、もう今回ちょっと座席がちょっと少ないので、あ、よろしければもう皆さんどんどん早めの、はい、お申し込みをお願いできたらと思います。そう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 ね、もうね、はい、本坊くんのとこもそうだけど、はい、久保田さんとこも、はい、早め早めに行こうと、はい、ね、純ちゃんのやつも早め早め、いや僕のとこもね、あのテーブルでご飯食べれるような感じになってるので、はい、でも早めにやんないとね、多分小原さんいつも人気ですので、うん、ちょっと僕枠をちゃんと作ってくれないとなってことを、うん、僕枠ですよね、僕のファンの人たちの早めにどうぞ、うん、最前列でそうです、まあ皆さんでも足を運んで見に行くっていうのもね、やっぱすごく素敵なことだと思うので、うん、ぜひぜひ皆さんいらっしゃってください、はい、はい、とね、みんな応援してください、よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、今回のテーマにいきたいと思いますが、寒い冬、はい、体も心も暖かくなるものは何？何？ということでね、北海道とか行ったらぶっ飛ばすよ。はい、まあでもこのくらいから夜になるとさ、結構さ手足って冷えない？冷えますね、でちょっと寝つきが悪くなって、してると、はい、そうですね、朝方も結構寒くて目が覚めるみたいな、目覚ましの前に寒くて目が覚めることがよくあります。私、うん、ね、はい、ね、だから本当心も体も温かくなるって言ったら、ね、僕温かい飲み物って時々ツイッターにあげるんだけれども、うん、はい、まあ、商品名出してもいいやな、うん、あのね、陽明酒ってあるやん、はい、あれ、ね、あれとホットミルクの中にそれを入れる、ね、初めて聞きました。チャイの味になるんだって、あ、そうかもしれない、ミルクティーのチャイの味になるんだ、え、陽明酒がですか。陽明酒とあのホットミルクの中にもう本当にキャップいっぱい、こうキャップいっぱい、ちょっと興味ある、すごく美味しいので、あとはね、甘酒とホットミルクを割る、これもまたうまいんだ、すごく濃厚な感じになるんですか。僕濃厚なの好きなの。最近ね、僕はね、あれなんですよ、あのラテ系を作るんですよ自分で。あ、本当。ね、ほらこれ最近ほらほうじ茶ラテってあるじゃない。あれはね、はい、麦茶で作ってみたら意外と濃かった。濃いめに作ってほしい。麦茶ラテ。麦茶ラテは初めて聞きました、ね。美味しかった。あとはね、やっぱり猫あんかだな。うちの猫がいるので、うん、もうあの足元の方に押し合って、うん、であいつ嫌がるんだけれども、でもそのうちもう慣れてポカポカあったかくなると、やっぱそう、もうなんか足元にいるんだよな、うん、暑い時はもうお互いこうなんか押し合っているんだけれども、うん、もう寒いともう入ってくる、うん、なるほどね、うん、ちなみにあの久保田さんはどうですか、あったかいもの。私も寒がりなので、あの、まあ、暖房ガンガンつけて、それでも足りない時は布団に入ってダラダラしてますね。暖房乾燥しない？
もうあのボーカリストとしては乾燥点滴って言いますけど、もうそれよりも私はあったかい方を優先してしまって、あでそう布団の中で、あ私の趣味はあの DS をするっていうのが一番の幸せでございます。ゲームをもうそもそくみたいな。あの基本的にクズ生活なので、でも布団だと逆にあの湿気がね。あって喉にいいかもしんないや、今度からかぶろうかな、うん、ほぼオイルヒーターに敷いてる、もうあのほらエアコンみたいな風が動くと、あのコンタクトも乾いちゃうし、どこもカラカラになっちゃうので、ちなみに僕ね電気ストーブだけなんですよ。あ電気ストーブね、うん、エアコンないので空気汚れないからいいよね。そうなんですよ空気汚れないから、うん、僕うちにはエアコン一切ないですよ。夏もクーラーないんですから。えそれ喉のためですか。いやお金がないだけです。またそこは嘘扇風機もないんですか。あ扇風機だけはある。あ扇風機はあるんですね。なんかね嫌いなんですよエアコンが。いやでも今年の夏は僕さすがに僕連日連夜使ったけどね。そうですよね。そうですか。僕アイス飲んで行きましたよ。使ってるね。だってもうさ、なんかエコだなんだかんだってもう無理しないで使えとかガンガンニュース言ってなかった。言ってましたけど。言ってましたね。でもうち5階だからね風の吹き抜けがいいんだ。そっかそっか。あそんな話じゃなくて、あったかくなる。あったかくなるもん。でも僕もエアコンっていうかそういう空調系ちょっと苦手なので、もう本当に布団に入って、まあ、丸くなってるか、もう外でランニングみたいな感じでちょっと外で走るの好きなんですよ。いい、ね、最近ね、はい、いいですね。心も体もあったかく、はい、で大井野たちは私ですか、うん、私はこたつとみかんとおせんべいとお茶ですね。はい、まあ、北海道なので私。なるほどね。スタジャンはね、はい、放送始まる好きな人のぬくもりみたいなこと言ってたよ。それもいいかもしんないやね。そうですね。誰か好きな人できてくれませんかね。好きな人のぬくもりというよ、僕はあれですよ、やっぱお鍋をみんなワイワイ楽しみながら、ね、いいですね。お鍋もいいですけど、おでんとかもよくないですか。おでんいいね。おでんね、静岡のおでんって黒いおでんだったっけ。あの鰹節の細かい粉が振りかかってるので、ねね、はい、それでそのだし汁も黒くなっちゃうんです。なるほどね。ちょっと苦めで私はやっぱ好きですね。あ大好きです。食べたことあるけど苦いと思わなかったですけどね。なんでしょうね、あの黒さがちょっと奥深い、何の味だろう。私も地元なんですけど、大概地元のものは分かんない。でもやっぱあの味はやっぱ懐かしい感じはしますね。なるほどね、はい、そういうことですね。でもまあまあまあ皆さんね、本当にあのやっぱり人とやっぱり食べたりするのも心も温かくなるし、うん、そう鍋は特にね、ええ、はい、あの1人よりも2人、2人よりも3人とかね、あと動物も温かくなるじゃないですか。そうそうそう、可愛らしく。そうですね、はい、身も心も温かい。いいよワンちゃんとか猫ちゃんとの生活って、うん、実家ではやってました。いやいや実家ではね、はい、実家ではやってました。ダメだ俺ハムスターだったからな。手のひらでもハムちゃんも寄ってくるんじゃないの。いやハムスター布団の中に入れて足しそうでダメだ。すごい話になったきた。まあまあまあ皆さんね、風邪もひかないで心も体もあったかくしてくださいね。そうだよ、ね、はい、乾燥はね絶対させちゃダメだってお医者さん言ってた、うん、だから風邪とか、うん、まあね万病をこう防ぐため、特に冬はね乾燥に気をつけるという、うんうん、そうですね、はい、まあまあまあということでね、もう時間になってしまいまして、はい、はい、早いですね、ということでインフォメーションお願いします。はい、ほんのりさじ加減では皆さんからのお便りを募集しています。メールアドレスはさじおた@yahoo.co.jp、 さじおた@yahoo.co.jp です。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、どうでしたか、お二人ともねさじ加減初めて出て、うん、なんかあの声優の方が多いんですかね。あの私ラジオやっていると声がすごく印象に残るって言われるんですが、はい、これだけ声に個性的のある方が、はい、もう量産されている環境初めてだったので、とてもなんか居心地が良かったです。ありがとうございます。前ラジオ番組とか声優さん初めて来るうちの番組にと。そうなんですか。私がなんか特異質扱いをされるんですが、これだけたくさんその声に個性のある方がいらっしゃると、はい、なんか、はい、なんか
ほっこりしました。あ嬉しいです。はい、ありがとうございます。なんか僕も今回ちょっとドキドキしてて、なんか大丈夫かなみたいな感じで、ちょっとこの場合もそうなんですけど、いや本当にアットホームというか、なんか、うん、すごいほんのりするものがちょっとありますね。ドキドキしちゃった。はい、ドキドキ俺に惚れるなよとか言って。はい、はい、それでは次回までほんのりさじ加減。ほんのりさじ加減。何事も年相応で無理をしない。笑いは心のビタミンです。それでは坂本九さんのカバーで僕金丸純一が歌う上を向いて歩こう。Ding-a-l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 ing